日本大阪府大阪市西区新町新町は大阪府大阪市西区の町名。現行行政地名は新町一丁目から新町指定目。大阪市西区の中央部に位置。北は立ち売り堀、南は長堀通りを挟んで北堀へ、西は木津川を挟んで本田及び千代崎、東は阪神高速1号環状線を挟んで中央区。 幕楼町及び南仙場にそれぞれ接する。市内東部に大阪随一の花町だった江戸幕府公人の新町遊郭が存在したことで知られる。地名の由来は大阪中の花町を集めて一つの新しい町にしたことから、江戸時代を通じて新町は新町遊郭そのものを指す名称で新町という町名はなかった。江戸時代の町名は、 新町遊郭内が新京橋町、新堀町、旧県町、佐渡谷町、氷丹町、佐渡ヶ島町、吉原町、新町遊郭の西隣が、立ち売り堀南浦町、山本町、小浜町、立花町、出口町,町、新平野町、長堀川沿いが、長堀平門町の西横堀川井生活、長堀川、伊北、宇和島町、長堀富田谷町、 白髪町のそれぞれ長堀川、伊北、清米町、木塚川沿いが上場黒町、西横堀川沿いが、孫左衛門町、東衛門町となっていた。1869年に、松島遊郭が誕生して以降、新町遊郭は衰退の一途をたどることになる。1871年に、宇和島町、長堀富田谷町、白髪町のそれぞれ長堀川へ北を、 北宇和島町、北戸田山町、北白髪町に改称し、長堀平門町の西横堀川井生活、長堀川井北を北宇和島町に編入。翌1872年に新町北通り1の2丁目、新町通り1の5丁目、新町南通り1の5丁目、浦新町、西長堀北通り1の5丁目に改変されたが、この時点で、 新町2と新町南通りの範囲が新町遊郭外にまで及んでおり、1890年9月5日の大火によって新町遊郭の大半が消失して以降、新町は完全に地域名称となった。1926年に裏新町を新町南通に編入。百七十八年に現行行政地名を実施し、新町は 町名となった。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域もしくは隣接する校区の小学校。 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市西区の町邸、定、ア一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、 新町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 通学区域一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。 ありがとうございます。